1. 室尾岬の先端荒れ果てた灰色の山の中にかなり前から家業を続けていた中越炭鉱会社の滝口港はここ23年来めきめきかつ今日活況を見せて五百尺の地底に繰り広げられた 黒い触手の先端はもう海の底半マイルの沖にまで達していた埋蔵量600万トン会社の事業の大半はこの山一本にかけられて人も機械も一色谷に緊張の中に突っ込まれ厳しい過酌のない活動が夜昼なしに続けられていたしかし 海の底の炭鉱はいかなる危険に先んじて一歩地獄に近かった事業が繁栄すればするほど地底の空虚は拡大し危険率は無類の確実さをもって高まりつつあった人々は地獄を隔てたその薄い命の知覚を一枚二枚と剥がしていった こうしたほとんど狂気に近い世界でのみ、初めて頷かれるような凶暴機械な形をとって、異変が滝口港を見舞ったのは、まだ4月に入ったばかりの寒い頃のことであった。地上には季節の名残が山々の飛騨に深い雪をとどめて、身を切るような北国の海風が、 終日陰気に吹きまくっていようというのに五百尺の地底は激しい地熱で暑さにむせかえっていたそこには一死もまとわぬ裸の世界があった闇の中からへそまで泥だらけにしてつるはしを肩にした男がギロッと目だけ光らして通ったかと思うとトロを押して 腰にかすりのこぎれをまいた裸の女が魚のように身をくねらしていきなり飛び出したりしたおしなときちはこうした荒々しい闇の世界が生んだ出来たての夫婦であったどの切り葉でもそうであるように二人は組になって男はさやまを女は後向きを受け持った 若い2人は2人だけの霧刃を持っていたそこではまた小頭の目の届かぬ闇がいつでも2人を密のように押し包んだけれども例外ということの認められないこの世界では2人の幸福も長くは続かなかったそれは流れ落ちる地下水の霧を含んだ冷たい風が いやに縦鉱の底まで吹き下ろしてくる朝のことであった二枚目の伝票を受け取ったお品は巻きたての底で空になって下ろされてきたトロを取るとそのまま長い坑道を峰岸の切り葉へ帰っていった炭鉱はいわば黒い息づく地下都市である二本の縦鉱で地上と結ばれた 明るいレンガ巻きの広場にはポンプや通風機の絶え間ないうなりに技師の T 型定規や監督の交渉が絡まって黒い都市の心臓がのさばりそこから走り出した太い一本の水平坑はいわば都市計画の大通りだ左右にいくつも口を開いた片番坑は東西南朝通りにあたり さらにまた各片番港に設けられた櫛の刃のような最短港は南北南丁目の四川道路だ幹線から四川道路へいくつものポイントを切って峰岸の切り葉へ近づくにつれお品の足は軽くなるのであった片番港の途中で巡視に出たらしい監督や技師に会ったきり 会社の男にぶつからなかったお品は、最後のポイントを渡ると、急カーブを切って、峰岸の霧派へ駆け込んでいった。闇の坑道には、いつものように峰岸が待ち構えていた。走り込んでいったトロを飛びのくようにして、立ちはだかった男の腕の中へ、お品はトロの尻を蹴るようにして、 みずみずしい体を投げかけていった。投げかけて抱かれながら、お品は夢見心地で闇の中を一人で遠ざかっていく空のトロを、その枠の尻にぶら下げた、ほのぐらい揺れ続けるランプを見たのであった。まったくそれは夢見心地であった。あとになって、そのときのことは、 何度も調べられたし、また彼女自身でも何度も考えたことであるが、その時の有様は、はっきり頭の中へ焼きつけられていながら、なおかつそれは、夢の中の記憶のように、そらそらしい出来事であった。お品のランプは、その時、闇の中に抱き合った二人を残して、わずかにトロの裾を淡く照らしながら、 遠慮でもするかのように揺れながら遠のいていったのであるがみるみる奥の霧刃の近くまで遠のいていったそのトロはそこのレールの上にツルハシでも転がっていてかチャリーンと鋭い音を立ててひときわ激しく揺れ始め揺れ始めたかと思うとあっという間にランプは釘を外れてレールの上へ転落していた。 柿口口で甲府たちに配給していたランプはどこの炭鉱とも同じようにやはりウォルフ安全灯であったウォルフ安全灯というのはみだりに裸火にされる危険を避けるために縦ての入り口の見張り所の番人の持っているマグネットによらなければ開閉することのできない装置になっていたけれども 取り扱いに注意をかいて、斜めに置いたり、破損するようなことがあっては、安全を期することはできない。悪い時には仕方のないもので、お品のランプはトロの尻にぶら下げてあり、そして空のトロはそのまま走っていたのであるから、トロの尻には複雑な気流が起こり、今まで地面に沈積していた 微細な可燃性の胆人は当然激しく巻き立てられていたのであった。全くそれはふとしたことであったがその瞬間に全ての悪い条件は整ってしまい今まで二人の幸福の象徴でもあったランプはここで突然予期しない大事を引き起こしてしまったのだ。瞬間女は目の前で。 百のマグネシウムがたかれたかと思った。音よりも先に激しい気圧が耳を、顔を、体をはたっと打って、何か無数の泥つぶてみたいなものがバラバラっと顔中に打ち当たるのをぼんやり意識しながら、思わずよろめいた。よろめきながらも、早くも死壁に燃え移った炎を霧刃の奥に覚えると。 夢中で向き直って片番口へ駆け出したが、すぐに、峰吉はと気づいて振り返ると、男も真っ赤な炎を背にして、影のように後から駆け出してくる。単階に燃え移った炎は、巻き起こされた肝心の群れに次々に引火して、火星はみるみる急となった。お品は背後に続く男の乱れた足音と、 目の前の地上に赤々と照らし出された二人の影帽子にわずかな安堵を覚えながら、それでも夢中で駆け続けた。レールの枕木にでもつまずいてか、突然後ろの影がぶったれた。目の前に片番孔の電気が見えた。しかし、お品がその電気の下に転げ出たとき、ここで最初の悲劇が持ち上がった。 片番棒に抜け出たお品がそこの複雑なレールのポイントにつまずいて思わず投げ出されながら後ろを振り返った時に早くも爆音を聞いて駆けつけた監督が今お品の転げ出たばかりの最短棒の入り口でそこにしつらえられた頑丈な鉄の防火扉をみるみる閉め始めた一足違いで密閉を免れたお品は ほっとして無意識であたりを見まわしたが、この時初めて恐ろしい事態が飲み込めた。大事な男が、峰岸がまだ出ていない。お品は矢のように起き上がると、防火扉の缶抜きにかかった監督の腕にしがみついた。激しい平手打ちがお品の方を焼けつくようにしびらした。間抜け 火が映ったらどうすんだ。監督が怒鳴った。お品は自分と一足違いで密閉された峰吉が頑丈な鉄扉の向こうでのた打ち回る姿をとっさに稲妻のように覚えながら再び物も言わずに狂いついていった。がすぐに後から駆けつけた義士の手で行動の上へ叩きつけられた。 続いて攻守が駆けつけると監督は防火扉の隙間に塗り込める粘土を取りに駆け出していったこんな場合一人や二人の人間の命よりも他校への引火が恐れられたそれは今も昔も変わらぬ炭鉱での習わしであった発火口の前には甲府や控女たちが詰めかけ始めていた みんな誰もかも裸でひしめき合っていた。魏志だけがコールテンのズボンを履いていた。狂気のようになって義士と公主に押しとどめられているお品を見、その場にどこを探してもき岸の姿のないのを見ると、人々はすぐに事態を飲み込んで青くなった。年さの男と女が飛び出した。 それはすぐ隣の霧派にいる峰岸の二親であった。父親は義子に思い切り一つ張り飛ばされると、そのまま黙ってその場へ座ってしまった。母親は急に気が変になって、ゲラゲラと笑い始めた。レールの上へ叩きつけられて、送信してしまったお品を、進み出て抱え上げた恐怖があった。 父母の亡くなったお品にとってたった一人の肉親である兄の岩太郎であった女を抱き上げながら岩太郎は憎しみを込めた視線を義士たちの方へ投げかけるとやがて騒ぎ回る人々の中へ迎え込まれていった監督が竹須へ粘土を入れて持ってきた続いて2人の甲府が 同じように重い竹巣を抱えてきた。講守がすぐに小手を取って、鉄扉の隙間を塗り込め始めた。他の持ち場の小頭たちが、急を知った校内係長と一緒にその場へ駆けつけてくると、魏師と監督は講守の塗り込め作業を指揮しながら、騒ぎ立てる人々を追い散らした。切り生え帰れ 仕事を始めるんだ。どなられた人々は運びかけの吐露をしたりはしを持ち直したり負傷不武将を引き上げていった興奮が追い散らされていくにつれてテストビラの前に居残った人々の顔にはやがてほっとした安どの色が浮かび上がった犠牲は一行だけにとどまった しかもこうして密閉してしまえば、その一行の炎さえも、やがて酸素を絶た,たれて沈下してしまう。最短工はいわば、炭層の中に横に繰り開けられた井戸のようなもので、鉄扉を閉められた入り口の外には、あり一匹入れる穴さえないのであった。間もなく塗り込め作業が完了した。 この時がちょうど午前十時三十分であったから、発火の時間はおそらく十時ごろであったろう。けれども、塗り込め作業の終わった時には、もう発火口内にはすっかり火が回ったと見えて、熱の伝導に敏感な鉄扉は音もなく焼けて、人々に不気味なほてりを覚えさせ、隙間に塗りたくった粘土は、薄いところから だんだん乾燥して色が変わり小さな無数の不規則な亀裂がヤモリのように咲上がっていった技師も講師も監督も一様に不気味な思いに駆られて妙ににがりきってしまったやがて急を聞いて駆けつけた聖願巡査が事務員に案内されてやってくると校内係長は 不機嫌に唾を吐き散らしながら、巡査を連れて広場の事務所の方へ引き上げていった。小頭たちも、それまでその場に座り込んだまま、動こうともしない峰岸の父親を引き立てて、同じように引き上げていった。監督は講師を指揮して、その場の後片付けをし始めた。もうこれで鎮火してしまうまで、 発火口には用はない。いや、何よりも第一手のつけようがないのであった。鎮火の進行状況は、義士の検定に委ねられた。最短荒には、どこでも通風用の太い鉄管が一本ずつ注がれていた。一人だけ後に残った義子は、鉄扉の上の隙間から塗り込められた粘土を抜け出して、 片鉱の一層太い鉄管へ合流している八角口の通風管をその合目から切断してしまうとその鉄管の切り口から激しい圧力で排出されてくる熱ガスの分析検査に取り掛かった時々トロを押した後向きたちの行列がレールの上を思い出したようにゴロゴロ通っていた。 騒ぎの反動を受けて急に静かになった片番孔の空気を震わして闇の向こうから気の狂った峰岸の母の笑い声がけたけたと水ガスのように湧き上がってきた黒い地下都市の玄関である校内広場はもう平常の静けさに立ち返っていた滝口孔はこの夏までに 十万トンの出産をしなければならないわずかの返済のために全版の機能が地帯することは1分間といえども許されなかった闇の中から小頭たちの目が光りトロもケージもポンプも扇風機も一層不気味に静まり返って動き続けていったしかし事務所の中では係長が ひどく不機嫌に当たり散らした。発火後のごてごてした20分間に何台のトロが片番坑にとどまり何人の甲府が鶴橋を手から離したか係長は真っ先にそれを計算した。続いて発火口の内部で何トンの石炭が消失してしまったか。 しかし、これは未知数だ。現場の検査に待たない限り、おそらく、概算もつかめない。そこで、事務員の一人が、沈下状態を調べに向かわされた。ところで次に、この損害の直接の責任が、誰の上にかかっていくか。発火の原因を調べなければならない。 係長はもう一人の事務員に助かった女を連れてくるよう命ずるとそれから向き直ってまるで鉱山局の監督官みたいにもったいぶって傍らに立っていた請願巡査へ初めて口を切った「いや何大したことでもないんですよ」「全く一人の甲府が塗り込められたくらいのことは」 あるいは大したことでなかったかもしれない。しかし、大したことは、この時になって初めて持ち上がった。それは、沈下状態を問い合わせに行った先ほどの事務員が、間もなく戻ってきて、丸山と呼ぶその技師が何者かに殺害されたことを報告したのであった。2 義士の死体は防火扉から少し離れた片番孔の隅に転がっていた。熱ガスの検査中に被害を受けたものと見えて、すぐ前の孔壁には切り離された発火口の排気管が針金で天板の香木に吊るし止められ、踏み台の上には分析用の器具が乱雑に置かれたままになっていた。死体は うつむきに倒れ、頭のところから流れ出た黒い液体が土の上をギラギラと光らしていた大きな傷が後頭部の濡れた髪の毛を栗のいがのようにかき乱して口を開いていた凶器はすぐに見つかった死体の足元から少し離れて漬物石ほどの大きな角の丸くなった短海が 血に濡れて黒く光りながら転がっていた係長はそれを見るとすぐに黙ったまま天板へ目をやった落盤ではないしかし落盤でなくても結構これだけの傷は作られる一体500尺の地の底では気圧もかなり高かった地上では例えば1000尺の高度から 人間が飛び降りたとしても死体はほとんど原形を保っている場合が多いしかし縦坑から五百尺の地底に落ちるとそれはもう目も当てられないほど粉砕されてしまう落盤の恐るべき理由もまたそこにあるのであってわずかの間を落ちてくる小片でもどうかすると人間の指など 卵のよううにひししゃいでしまうそのことを知っていた人々はこの場合単回一つが十分な狂気になりうることに不信を抱かなかった係長は持ち上げた狂気をすぐに投げ出して監督の方へ青い顔を見せた今まで硬くなって立っていた攻守が初めて口を切った あれから一とりついて、浅川さんが見回りに出られますと、私は器具置き場まで小手を置きに行きましたが、その間にこんなことになったんです。浅川というのは、監督の名であった。講師は、古いと呼んだ。二人とも、発火直後の、まだ興奮の冷めきらぬうちに、このような事件にぶつかったためか、ひどくうろたえて、 落ち着きを失っていたしかし落ち着きを失ったのは2人ばかりではなかった平城から太っ腹で通した係長自身が内心少なからず慌ててしまった発火口は一向にとどまったとはいえその問題の一向の損害の程度もまだ分かりもしないうちに貴重な技師が 何者にとも知れず殺害されてしまった切った張ったの炭鉱で長い間飯を食ってきた係長は人が殺されたというよりも義師が殺されたという意味でおそらく誰よりも先に慌てていたのに違いないしかしやがて係長には厳しい決断の色が見えてきた一体 誰がやったんでしょうこちらで目星はつきませんかな請願巡査がのんきなことを言うと「目星そんなものならもうついています」と係長は向き直ってイライラしながら言った「この発火事件ですよ。一人の甲府が逃げ遅れてこの発火口へ閉じ込められたんです。気の毒ですが。 ん助けけるわけにはいきませんところがその塗り込め作業に率先して動いたのが丸山技師ですその丸山技師がこの通り殺されたというんですから目星もつくわけでしょういやはっきり目星がつかなくったって大体嫌疑の範囲が限定されてくるそうだそれに違いない監督が乗り出していった 会社直属の特務機関であり、最も忠実な李順の総区である監督は、表面現場の親玉である係長の次について働いてはいるが、しかしその点、義心上がりの係長にも劣らず、陰然たる勢力を持っているのであった。巡査は大きく頷いた。監督は続けた。それに、 赤の他人で今どきこんなおせっかいをするやつはないんだから峰岸と言ったなこの切り葉の甲府は事務員がうなずくと今度は係長が引き取っていったそいつの双親と生き残った女を事務所へ引っ張ってきておいてくれああまだ女の兄というのがあったなそいつも連れてきておけ とにかく峰岸の身内を全部調べるんだ監督が言った巡査と事務員がおっとり刀で闇の中へ消えてしまうと係長は閉ざされた発火口の鉄扉の前まで行って寄り添うようにして立ち止まった密閉法が功を奏してもう校内の沈下はよほど進んだと見え テスト扉の前にはほとんどホテルがなくなっていた。けれども、今急いで解放でもしようものなら、おそらく新しい酸素の供給を受けて、消えくすぶった加熱も再び力づくに違いない。係長は下打ちしながら監督へ行った。立山校の菊池技師を呼び出してくれませんかそれからあなたも。 一通り見回りが済んだら事務所の方へ来てくださるね立山港というのは山一つ隔てて室尾岬の中畑にある同じ会社の姉妹港だったそこには専属の技師のほかに滝口立山の両港を随時一手に引き受けるいわば技師聴覚の菊池技師が。 数日前から言っているはずであった檻からやってきたトロの一つに飛びついて監督は闇の中へ消えていった人々が散り去ると再び静寂がやってきた闇の向こうの水平行動の方から峰岸の母の笑い声が聞こえたかと思うと何かガヤガヤと騒がしく引き立てられていくらしい気配が トロのきしりのたえまからきこえてきた左かたばんのこがしらがアンペラをもってきて係長のさしずをうけながらぎしのしたいのうえへかぶせていった講師はきりとられたはいきかんのまえにたってころされたぎしののこしたしごとをあれこれといじりまわしていたがきゅうにみをおこすと係長 どうやら悪いガスが出たようです。君にわかるのか係長が微笑を見せた。難しいことはわかりませんが、出てくる匂いでわかりますよ。もう火はほとんど消えたらしいですが、くすぶったおかげで悪いガスが出たらしいです。係長は鉄管のそばに寄ったが、すぐに顔をしかめて、 うん。こりゃあもう、片番鉄管へ連結して、このガスをどしどし流してしまわねばいかん。そうだ、匂いでわかるな。じゃあ君は、時々調べてみて、ガスの排出具合を見守ってくれ。わしはこれから甲府を調べに行くが、そのうちには菊池義士も来てくれるだろう。講師は鉄管の連結に取りかかった。 係長は講師を残して歩き出した広場の事務所にはもう4人の県議者たちが巡査と3人の小頭に見張られて座り込んでいたお品はいつの間にか寝巻きを着て髪を乱し顔を隠すようにしてはめ板へ寄りかかりながらぜいぜい肩で息をしていた兄の岩太郎は 顔や胸を泥にけがしたまま、みぞおちをふいごのようにふくらましたりへこましたりしながら、かかりちょうが入っていくからにらみつづけていた。みねきしの父親は、死んだ魚のそれのような目で、動きもせずに、ひとつところを見つめつづけ、母は小頭の腕にとらえられながら、ときどきゆがんだ笑いを浮かべては、 ごごそそと落ち着きがなかった係長は4人の真ん中に突っ立つと黙ってぐるりと県議者たちを見回した「これで峰岸の身内は全部だな」「はいあとは赤の他人ばかりで」「小頭の1人が言った事務所はいく部屋かに分かれていた」「係長は小頭へ」 四人の権利者を一人ずつ連れ込むように命じて、巡査と二人で隣の部屋へ引き換えると、そこの丘体椅子へ腰を下ろして陣取った。最初に岩太郎が呼び込まれた。係長はちょっと巡査に目配せすると、乗り出して岩太郎へ向き直った。そして何か大きな声で怒鳴りつけようとでも思ってか。 息を飲み込むようにしたが、すぐに気持ちを変えて、わりに優しく口を切った。お前はさっきあれから、妹を抱えてどこへ行ったどこへ行ったか。しかし岩太郎は係長と向き合って腰掛けたまま、膨れ面をして、カキのように黙っていた。巡査が間をついて、 横から口を出したもっともなんですよ、この男とあの女は納屋から連れてきたんですがね。納屋というのは立て坑を登った郊外の甲府部落の納屋のことであった。係長は淳さえは答えずに岩太郎へ行った。わしの聞いとるのはあれからお前が。 まっすぐに納屋へ行ったかどうかということなんだすると岩太郎がやっと顔を上げたまっすぐに行ったぶっきらぼうな返事だった間違いないな係長の声が引き締まった岩太郎は黙ったまま小さくうなずいたよし 係長は傍らの小頭の方へ向き直っていったひとまずこの男はそちらの部屋へ待たしておけそれからお前はすぐに立ての見張りへ行ってこの男が何時に女を抱えて出て行ったかしっかり聞いてくるんだ小頭はすぐに岩太郎を連れて出て行った続いて今度はお品が呼び出された 女が椅子に着くと巡査が係長へ行った「この女には発火の原因についても調べるんでしたね」係長は黙ってうなずくと女へ向かった「ランプから発火したんだろうな」「火元はランプだろ?」う。お品は力なくうなずいた おののラランンププか、主のランプか、どちらだ私の方ですじゃあ一体どうして発火したのかその時の様子を詳しく言ってみろお品はこの問いにはなかなか答えなかったがやがてポロっと涙をこぼすと小声でボソボソとうつむいたまましゃべりだしていった お品がその時のことをどんなふうに述べていったかしかしそれはここでは言う必要がないお品の陳述すでに物語の冒頭に記したところと寸分違わなかったさて女の告白が終わると係長は姿勢を改めて口を切ったいずれその時のことは また後から発火口の現場について、お前の言ったことに間違いないか調べ直すとして。これは別のことだが、お前はあの時、兄に抱かれて納屋へ帰ったというが、確かにそれに間違いないか。しかしこれは尋ねる方に無理があった。お品はあの時、恐怖のあまり転倒して岩太郎に抱えられたはずであるから。 それから岩太郎とともにまっすぐに納屋へ連れ帰されたかどうか女自身にも覚えのないはずであったしかし係長にしてみればこの場合お品も岩太郎も共に怪しまないわけにはいかなかったそこで係長は重ねて追及しようとしたがこの時事務所の扉が開いてさっきの小頭が 見張り所の番人を連れて戻ってきたカラーのだぶついた爪襟の服を着てゴマ塩頭の番人は扉口でじろっと岩太郎とお品を見比べると係長の前へ来ていったこの二人でございますねはい確かに10時20分頃から10時半までの間に刑事から外へ出ていきました 何 ?10 時半より前に出て行った。はい、それはもう確かで、そんな自分に甲府で外に出たのはこの2人だけでござんすから、よく覚えとります。そうか。では、それから今しがたここへ連れ込まれるまでに、一度も校内へ降りはしなかったな。はい、それは間違いございません。他の番人もよく知っとります。 そうか、よし。番人が帰っていくと係長は巡査と顔を見合わせた「10時半前といえば発火工の塗り込めの完了をしたのがちょうど10時半でありその時にはまだ丸山技師はピチピチしていたのであるから10時半前に出航した岩太郎とお品がどうして義志を殺害することができよう」 これで4人の県議者のうち2人までが同時に県議の県内から抜け出てしまった残りは2人だ係長はひとまず岩太郎とお品を控え室に留めておいて次に峰岸の父親を呼び込んだお前はあの時左肩番の小頭に連れられてどこかへ行ってしまったな 一体どこへ行っていた。すると死んだ魚のような目をした老甲府は声を出すたびに腹の皮へ大きな横じわを寄せながら「それは小頭さんに聞いてください」と言った左肩晩の小頭は食堂で昼飯を食べていたが係長の命令ですぐに呼び出された 君はあの時、八花の前からこの男を連れ出してきただろう。それからどこへ連れて行ったんだいこの親父。と、小頭は笑いながら答えた。あの時、腰が抜けてたんです。それで、救護室へ連れて行ったんですが、さっき私がその救護室へアンペラを取りに行った時に、やっと起き上がり始めたほどで。 看護婦も手を焼いておりましたよ。なるほど。と、巡査が口を挟んだ。それで、起きれるようになってから、どこへ行ったかはわからんですね。と、係長へ向き直って。こいつは臭いですよ。何しろ私は、片番号の入り口で、気の狂った女房と一緒にうろうろしているのを捉えて。 ここへ連れてきたんですからね。救護室を出てから、今までどこで何をしていたか。いや、あんたは勘違いしとるよ。今まで黙っていた係長が、ふいに言った。なるほど、歩けるようになってから、捕らえられるまで、どこにいたかはわからん。が、しかし。と、小頭の方へ向かって。 君がアンペラを取りに行く頃までは立てなかったんだね。それで君はそのアンペラを丸山義士の死体へかぶせるつもりで取りに行ったんだろう。そうです。すると係長は巡査へ向き直って。丸山義士はこの男がまだ救護室で腰の抜けている最中に殺されたんですよ。この男が 発火口の前で腰が抜けて救護室へ連れ込まれるそれから後で技師が殺され小頭が死体へかぶせるアンペラを取りに行ったその時初めてこの男が救護室で立てるようになっていたつまり丸山技師が殺された時にはこの男はまだ腰が抜けて看護婦の厄介になっていたんです腰が抜けていたんでは 片番校まで出かけて、人殺しなどできっこない。わかりますね。さあ、もう、これで犯人はわかったでしょう。あの、吉がいばばあを、ふんじばってください。聖願巡査は、ぎくんとなって立ち上がると、ばたばたと臨室へ駆け込んでいって、岩太郎やおなの見ている前で、有無を言わさず、峰吉の母を縛り上げようとした。 ところがこの時、ここで全く異様なことが持ち上がった。それは今まで自信を持って押し進められた係長の水断を根底から覆してしまうような出来事であった。断っておくが、殺された丸山義士は兵素から仕事に対して非常に厳格であった。それでそのために甲府たちからは恐れられ、 幹部連中からは敬遠されがちであった。がしかし、殺される、なぞというような、変に個人的な、切羽詰まった恨みを受けるような人では決してなかった。今度の甲府塗り込め事件だけが、初めてそうした恨みを受けそうな、唯一の場合であった。そこで係長は、峰吉の塗り込めに関して、 丸山義士を恨んでいそうな人間を全部捉えて、片っ端から調べた挙句、やっと今、目的が達せられるかに見えてきているのであった。しかも、講師や監督と一緒に峰岸の塗り込めをした丸山義士に対して、激しい恨みを抱いているはずの四人の県議者たちは、この場合、県議が晴れたと晴れないとにかかわらず、 事務所へ押し込まれて巡査や小頭の見張りのもとに調査を進められその間から今ここで異様な出来事にぶつかるまで誰一人抜け出たものはなかったのであるさてその出来事というのは峰岸の母親が息子に代わって復讐した犯人と定められて請願巡査に捕らえられようとしたその時であった。 事務所の表の方から落ち着きのない人の気配がしたかと思うとガラス扉をさっと開けて浅川監督が飛び込んできたそして室内の有様などには目もくれず息を弾ませながら係長へ行った「講師のふるいが殺されとる」「3」「一体船乗りとか」 甲府とかのように、ズバ抜けて荒っぽい仕事をしている人々の気持ちの中には、どうかすると、常人ではとても想像もできないくらいに昇進で、臆病で、取り越し苦労な一面があるもので、ちょうど船乗りたちが海に対してへんてこな迷信を抱いたり、おかしなくらいに海を神秘したりすると同じように、甲府たちもまた、 校内で口笛を吹くと必ず山神の怒りに触れて落盤の役に遭うとか校内で死んだ人間の魂はいつまでもその場に居残っていて後々へ災いを及ぼすとか妙なことが言いふらされていたそしてそうした甲府たちの執要な恐怖心を和らげる道具として校内が血にけがされたような場合には その場にしめ縄を張って清めの印にされるなぞそうした奇怪な事実のあるとなしとにかかわらずもう一般化した習わしにさえなっているのであった滝口口の型番には今日そのしめ縄が白白と張り出されたのだそしてそのしめ縄に清められたはずの防火扉の前で皮肉にも新しい血が 一度ならず二度までも流されてしまった。カ番の甲府や甲女たちは網をかぶった薄暗い電気の光に照らされながら閉ざされた切り葉の防火扉の前に意味ありげに二つも並んだ死体を遠巻きにして前とは違って妙に死因としていた。甲手の死体はアンペラで覆われた 丸山義士の死体のそばに、くの字形に曲がって投げ出されていた。伸び上がって、ガスの排出具合を検査している隙に、後ろから突き倒されたものと見えて、踏み台が投げ倒され、そのそばに義士の時よりも、もっと大きな段階が血にまみれて転がっていた。うつ伏せに倒れた上へ折り重なって、力任せに、 その大きな段階をガッとくらわしたものであろう。後頭部から首筋へかけて大きな傷がくしゃくしゃに崩れ、左の耳がほとんど形のないまでに潰されていた。殺害は係長が講師を八課口の前に一人残して、広場の事務所へ引き上げてから立山講の菊池技師に電話をかけに行った監督が、 ついでに昼飯を済まして、やりかけの見めぐりに出かけるまでの間に行われたものであって、犯人は前の丸山技師のときと同じように、現場にトロの通っていないような隙を狙って、闇伝いに寄り迫ったものに違いなかった。係長は、紙のように青ざめながら、辺りを見回して、いらたたしげに甲府たちを追い散らした。 公主の殺害は、義士の殺害と同じ種類の狂気を用いて行われた。しかも、不号はこれだけにとどまらない。公主もまた、義士と同じように、殺害されるかもしれない同じ一つの理由を持っていた。発火口の塗り込めにあたって、丸山義士や監督の指図を受けながらも、直接その手に小手をつかんで、 粘土を鉄扉に塗りたくった峰吉生き埋めの実行者は他ならぬ古い公主ではなかったか犯人は言うまでもなく同一人でありしかも考殺された峰吉の燃えたぎるるつぼのような恨みを継いだ冷酷無比の復讐者だしかしここで係長は鉄扉のような施策の闇にぶつかった 最初係長は、義士の殺害にあたって、早くも事の真相を飲み込むと、峰吉の復讐者となり得る人々の全部を捉えて、片っ端から調査に取り掛かったのであるが、しかし、その四人の権議者の調査の進行の途中において、義士と同じ意味で古い公師が殺害されてしまったのだ。しかも、四人の権議者たちは、 公主の殺害が行われる間中、確実に事務所へ閉じ込められて、一歩も外へは出ていない。それでは犯人は、その4人以外の他人の中にあるか。しかし、今時のろどんな恐怖の中に、他人のために恨みを継いで、会社の男を次々と殺していくような芝居じみた気違いはいるはずがない。係長は、 今まで鼻の先であしらっていたこのことが、意外な難関に行き当たってしまうと、もうまるで糸の切れたタコのように、あてもなくうろたえてしまった。ところが、ここで係長の暗中模索に、やがて一つの光が与えられた。けれども、その光たるや、なんとも得体の知れぬ凛のような光で、かえって係長を、 青白い恐怖の底に叩き落としてしまうのだった。滝口港ではいつでも死傷者に対して炭鉱独特の荒っぽい検視を救護室で行うことになっていた。それは行動が電気が所々についているとは言っても単純にまみれた暗い電気であったからでもありまた行動は トロの通行に必要な程度にしか設計されていず何かと手狭でそうした支障のために少しでも出誕率の低下するのを恐れたからでもあった医員の支度ができて救護室へ下ってきた知らせを受けると係長はとりあえず二つの死体を救護室に移すことにして着合わせたトロへアンペラを敷いて死体を積み込んだ。 そして自分も監督や巡査と一緒に後ろの1台へ乗ろうとした時であった一人の若い甲府が己のランプのほかに火の消えたランプを一つ持って片番甲の奥から駆け出してきた甲府は係長を見ると立ち止まって硬くなりながら言った「水飲み場でランプを一つ拾いました」「何?」 ランプを拾った係長は険しい顔で振り返った炭鉱ではランプは甲府の肌身を離すことのできない生命であったそれはただ暗い足元を照らすというばかりでなくその炎の変化によって爆発ガスの有無を調べる最も貴重な道具でもあったしかし先にも述べたように扱い方によっては はなはだ危険なものであるから炭鉱はこれに専用車の番号をつけて高校の見張り所でいちいち入校の時に検査をさしていたそのランプの一つが所属不明で転がっていたというのであるから係長の顔は瞬間硬くなった何番だ歯の121です。 刃の監督が首をかしげた係長はトロから飛び降りると後向きへ顎をしゃくっていった見張り所へ行って歯の121の甲府は誰だかすぐに聞いてきてくれこういうごてごてした際に監督が乗り出していった こんなだらしのない真似をする奴がいるから困る。と、甲府へ向かって。一体どこで拾ったんだ水飲み場のすぐ横に置き忘れたように転がっていました。水飲み場、とはいっても、自然に湧き出す地下水を水がめに受けているに過ぎなかった。それは、この型番では、突き当たりの行動にあった。 それは、片番行動の終点になっていて、そこには、穴蔵や、ちょっとした広場もあった。広場には、野蛮な便所もあった。甲府たちは、口が乾くと、勝手にそこへ出かけては、水を飲んだ。起き忘れただってよし、その甲府がわかったら、処罰するんだ。監督は苛立たしく怒鳴りつけた。 係長は、そこらにうろうろしている後向きたちが、みんなランプを持っているかどうかと見回した。無論誰も闇の世界で光を忘れているものはなかった。この場合、忘れるということは絶対にありえない。それはおそらく、忘れたのではなくて、恋に置いていったとより取りようがない。恋に置いていったということになると、 おそらくその甲府は光が不要であったかそれともあってはかえって邪魔になったかしかしそんなことを詮索しているうちにさっきの後向きの女がトロを持たずに青くなって駆け戻ってきた「歯の121は死んだ峰岸の何はいその峰吉さんのランプだそうです」 なんだって峰吉のランプ。係長は瞬間、へんてこな顔をした。待てよ、峰吉のランプ。まさか、峰吉のランプが出てこようとは思わなかった。峰吉では、今はもう処罰のしようもない。いや、処罰の処罰でないのというよりも、どうしてまた、 校内で働いていて死んだはずの峰吉のランプが今頃こんなところから出てきたのであろうか係長は何を思ってか急に嫌な顔をするとそのランプを取り上げてこれもまた同じように様子の変わってしまった浅川監督へ震え声で言ったとにかく引き上げましょうその上一つよく考えてみるんですね どうもさっぱり訳が分からなくなってしまった4立山公の菊池技師というのはまだ四十に手の届かぬ働き盛りの若さで東大工学部出身の秀才であったがそのくせ青くなって机にかじりついているのが大嫌いで暇さえあれば鉄砲を持って まの足跡をつけわしていいようというと日焼けのしたあから顔で、ひょうかんな肩をゆすって笑ったりすると、机の上の図面がまってしまいそうな声を出す人であった。さて、知らせを受けて、その菊池義志が滝口公へやってきたときには、西岸巡査は関区の警察へ救援に出かけ、峰吉のランプを発見した係長は、検視もガス検視も、 ひとまず投げ出して事務所へ閉じこもり、不安げな様子で頭痛頭を抱えていた。係長はしかし、菊池技師の顔を見ると、幾分元気を取り戻した。そして、直ちに発火口の様子について説明し始めたのであるが、いつの間にか話していくうちに、知らず知らず横道にそれて、発火事件が殺人事件に変わってしまうのだった。 菊池義氏もまた、はじめ単なる発火事件の処置を予期してやってきたのであるが、係長の訴えるような話を聞くうちに、だんだんその話の方へ引き込まれていった。係長は、丸山義氏の殺害と、四人の権議者のことから、公主の殺害に、峰吉のランプの不思議な出現に至るまで、逐一詳細に物語ると、 最後にぶつかってしまった大きな矛盾とその矛盾からしみじみと湧き出してくる異様な一つの疑惑を疑い深くそれとは言わずにそのままそっくり義士の耳へたたみ込んでいった「こいつはどうも熊狩りみたいに面白くなりましたね」菊池義士は一通り係長の話を聞き終わるとそう言って こともなく笑ったが、内心ではかなり理解に苦しむと見えてそのままふっと黙り込むと困ったふうに考え込んでしまった「どうも出し抜けにこんなへんてこな殺人事件を聞かされたんじゃ勝手が違って戸惑いますよ」やがて義士が口を切った「しかし係長あなたも人が悪いですね」 なぜもっとご自分の考えていられることを明けすけに言ってしまわないんですか今あなたがどんな疑惑にぶつかっているか、無論私にもそれはわかる。そしてその疑惑がどんなに子供っぽく馬鹿げているか、いや全く論理を天から無視した馬鹿話で、とてもまともに口に出せるような白物でないこともわかります。しかしそのくせあなたは、 その疑惑を頭から消殺してしまうだけの勇気もないんでしょう。怒らないでくださいよ、係長。そこで、そのあなたの頭痛の種を一掃してしまう手段が、ここに一つあります。何でもないんですよ。発火口を解放してみるんです。そうですね。発火当時にどれだけの熱が出たかは知れませんが。 人間の骨まで燃えてなくなってしまうようなことは絶対にありませんからねそりゃそうだと係長が言った鎮火も早かったんだからなしかしガスが出ているでも廃棄してるんでしょだったらそんなにいつまでもガスのあるはずはないでしょうしそれにマスクだってあるんですああ しかしその前に係長と技師はここで何か新しい着想を得たと見えて急に目を輝かし辺りを見回しながら言った浅川さんはどうしました浅川君かと係長が後ろへ向き直ると傍らにいた事務員が口を入れた札幌の本社から電話で出て行かれましたが けれども、その浅川監督は、待つほどもなく帰ってきた。技師は簡単な挨拶や、前置きを済ますと、すぐに調子を改めて切り出した。実は浅川さん、変なことを言うようですが、その甲府の塗り込めには、少なくとも三人の人が手を下していたはずですね。そして、あなたもその一人でしたね。 監督の顔色がさっと悪くなった。義師は上目を使いながら静かに後を続けた。まだこの殺人事件は終わりを告げていませんよ。どうやら今度はあなたの番ですね。ああ、しかし。と義師は顔を上げてせわしく言い出した。ご心配には及びませんよ。いいですか丸山君も古井君も。 単会でやられていますが、あれは犯人が武器を持っていない証拠ですよ。だがあなたはこれから武器を持つことができます。場合によっては犯人を捕らえることもできます。そうだ。できるどころではない。犯人に狙われているんだから、この場合あなただけが犯人捕獲の最も有利な立場にあるんです。我々の前には隠れている犯人も、 あなたの前にはきっと姿を見せますよ。なるほど。係長が言った。さすが熊狩りの先生だけあって、うまいことを言う。しかし、菊池義士は真面目で続けた。それで私は、ここで一つ、お二人の前へ提案したいんですがね。つまり、浅川さんに武器を持っていただいて、 犯行の現場付近へ単身で出かけてもらうんです。無論私たちは後からしんがりを受けたまわる。武器さえ持っていけば決して心配ないと思います。いかがでしょう。こいつは手っ取り早くていいと思うんですが。係長はすぐに賛成した。監督はちょっと考えてから立ち上がった。そしてどこからか。 ストライキ前世時代に買い入れたドスを一本持ち出してくると、そいつの小りでドンと床をつきながら。じゃあ、しんがりを頼みますよ。言い残して、ひどく悲壮な調子で出かけていった。係長と菊池技師は、少しばかり時間を置いて監督の後に続いた。が、水平港を通って、 発火口のある型番口の前まで来ると、義師は立ち止まって係長へ行った。1時間、この型番口の出入りを禁止したら、どれくらい出端が遅延しますか。なんだって型番を止める係長が目を見張った。そうです。冗談じゃないよ、仕事を辞めるなんて。 だって、我々と行き違いに犯人がこちらへ逃げ出してきたらどうします。義士が言った。どうです。この型番だけでしたら、30トンくらいのものでしょう係長。それくらいの犠牲でしたら、一つ思い切って止めてください。気球を要する場合ですよ。どうも君は、そろばんよりも狩猟の方が好きらしいね。 係長が仕方なく苦笑すると、義士はすぐに片番港の入り口の大きな防火扉を引き寄せて、水平行動でうろたえ始めた甲府や小頭に事情を含め、係長と一緒に片番港へ飛び込むと、外側から防火扉を閉めて、小頭に缶抜きをかけさした。折から着合わせた左片番のトロの行列は、 すぐにこの異常な通行禁止にぶつかると、峰岸の塗り込めがあったばかりなので、夢中になって騒ぎ始めた。が、人々は、自分たちと同じように密閉された係長や技師を見ると、すぐにこれが悪性の密閉ではなく、何か事情があっての通行禁止であることに気がつき、やがて起き始めた騒ぎも、おいおい静まっていった。 ところがそうして出会う後向きたちへ因果を含めながら片番坑を奥へと進んでいった係長と菊池義氏はしかしとうとう密閉された峰岸の切り葉の入り口の近くで全く予期しない出来事にぶつかってしまったおとりになった浅川監督は人一,一倍優れた旅力を持っていたしその上 武器も持っていれば、張り切った警戒力も備えていたはずであった。おまけに相手は武器も持たずに隠れているのだ。それで危険はないはずであったのであるが、しかしそれにもかかわらず、係長と技師が目的場所に着いた時には、もう監督は路面の上で全く事切れていたのであった。仰向きになって 大の字なりに倒れた死体の上には、ほとんど上半身を覆うようにして、前より一層大きな秘石ほどもあろうと思われる平たい単階がのしかかっていた。その単階はよそから運ばれたものではないと見えて、すぐ傍らの単壁の不規則な凹凸面には、いかにも落盤のように単階を叩き落としたらしい新しい切り口があり、 路面には大小様々の段階が死体を取り巻くようにしてバラバラと崩れ落ちていた殴り殺された浅川監督の瀕死体の上へ残忍な殺人者の手によって最後の凶器が叩き落とされたのだ係長は思わず監督のドスを拾い上げて辺りを見回しながら義士と力を合わせて 死体の上の上たを取りのけた死体は首も胸もくしゃくしゃに引きゆがめられて二目と見ることもできないむごたらしさだったほんの一足遅れたために貴重なおとりは殺人者の姿をさえも見ることもできずに逆に奪われてしまった予期しなかった危険とはいえこれはあまりに大きすぎる過失であった 二人は激しい自責に襲われながらも、しかしこの出来事の指し示す心憎きまでに明白な暗示に思わず心を惹かれていくのであった。復讐は成し遂げられたのだ。しかも武器も持たずにこのように着々と大事を成し遂げていく男は一体何者であろうか。犯人はこの片番内にいるただの恐怖か。 それとも。係長は八火口の鉄扉の上へ視線を投げた。鉄扉の前へ近づいた。手を当てた。が、なんとそれはもうすっかり冷めきっていた。菊池義士は排気管を調査した。が、ガスももうほとんど危険のないまでに薄められていた。二人は舌打ちしながら、 力を合わせて、テストビラの隙の乾いた粘土を掻き落とし始めた。間もなく粘土がすっかり剥ぎ取られると、義氏は缶抜きを跳ね上げて、力任せにテストビラを引き開いた。異様な生暖かい風が闇の中から流れてきた。二人は薄暗いランプの光を差し出すようにしながら、 解放された発火口に最初の足跡を記して踏み込んだ。踏み込んですぐ、その場からランプを地上へ差し付けるようにしながら、峰吉の骨を探し始めた。が、みるみる二人は、何ともかとも言いようのない恐怖に叩き込まれていった。峰吉の骨がない。いくら探してもない。 炭をかけられた古綿のように焼けただれた両側の炭壁は不規則な退却をして鳥居型に組み支えられていた鉱木は醜く焼け口地面の上に炭壁から滲み出たコールタールまがいのガス液がところどころ異臭を発して溜まっているだけで歩けども進めども峰吉の骨はおろか白い骨粉一つさえない 二人はまるで物に疲れたように行道の中をうろたえ始めた。が、やがて曲がったり膨れ浮いたりしていたレールが急に雨のようにひねくれ曲がって、焼け残ったつるしやトロの車輪が跳ね飛ばされ、空気がまだ不気味なほてりを保っている発火の中心、つまりその切りの終点まで来ても、それらしい影が見つからないと、 いよいよ事態の容易ならざるに気づいたもののように、そのままその場に立ちすくんでしまった。最悪の場合がとうとうやってきたのだ。さきにも言ったように、最短孔はいわば炭層の中に横に繰りあけられた井戸のようなもので、鉄扉を閉められた入り口のほかには、あり一匹はい出る穴さえないのであった。 その校内に密閉されて火炎に包まれてしまったはずの峰吉の死体が、死体はともかく骨さえも消えてしまう謎ということは絶対にないはずである。ところが、そのないはずの奇跡がここに湧き起こった。係長は、己のふとした疑惑がついに恐るべき実を結んだのをはっきり意識しながら、 思わず硬くなるのであったちょうどこの時のことであるふいにまったくふいにあたりの静かな空気を破ってすぐ頭の上の方から遠くあるいは近く傍らの端壁を揺るがすようにしてずしりずしり名状しがたい異様な物音が聞こえてきたのだ。 瞬間、二人は息をのんで、聞き耳を立てた。が、うなるとも響くともつかぬその物音はすぐにやんで、あとはまた、元の静けさに帰っていった。しかし、長い間、炭鉱に暮らした人々には、その物音が何であるか、すぐにわかるはずであった。それは、すっかり採撰し終わった廃校の、 単虫を崩し取って退却するときなぞに、どうかすると聞くことのできる恐ろしい物音であった。単虫を抜くと、両壁に緩みのある場合なぞ、血圧で天板が沈下する。沈下は必ず徐々に完結的に行われるが、香木がむっちり挫折し始め、天板に割れ目の生ずる際に、 その異様な冥動が聞こえるのであった。いわば崩落の前兆であるその物音を炭鉱の人々は山なりと呼んで恐れていた。この場合の物音が正しくそれであった。発火口内の香木が焼け落ちてしまい、発火と同時ににわかに膨張した口内の気圧がやがて徐々に収まっていくにつれて、 両壁が緩み、少しずつ天板の沈下が始まったのに違いない。係長は青くなって、ランプを天井へ差し向けた。けれどもそこには、一層恐ろしいものが待ち構えていた。頭の上に押し迫った天板には、ワニのような黒い大きな亀裂が、いつ頃からできたのか、二つも三つも裂け上がって、 しかも、その内側まで焼けただれた裂け目の中からは、水滴がほたりほたりと落ちていた。水が回ったのだ。係長は、その水滴に気がつくと、すぐに手を出して、雫を一つ手のひらに受け、そいつを不安げに己の口へ持って行った。が、瞬間ギクッとなって飛び上がった。考えてみれば、 天板も崩落も火災も地下水も炭鉱にとっては付きものである。滝口港にしてからがいつかはそうしたこともあろうかと最善の防御と覚悟が用意されていたのであるが、そしてまたそうした用意の前には決して恐るるに足りないものなのであるが。しかし今、係長の下の上に乗ったこの水一滴こそは、 実に、滝口港全山の使命を決するものであった。もはや、いかなる手段も、絶対に食い止めることのできないその水は、地下水でもなければ、ガス液でもない。それは、しごく平凡な、ただの塩水であった。しまった最初の海の訪れを口にした係長は、 思わず震え声で叫んだ「こいつは人殺しどころではないとうとう海がやってきたのだ」ところがこうした大事を目の前にしてその頃から菊池義志の態度に不思議な変化が起こっていったそれは放心したような立ったまま居眠りを始めたような大胆にも異様にさえ切った 死作の落ち着きであった。相手が海では叶いませんよ。やがて義師が冷然として言い放った。さあ、諦めなさい係長。そしてまだ十分時間があるんですから、落ち着いて避難の支度にかかりましょう。ところであなたは今、人殺しどころではないと言いましたね。なるほど。 そうかもしれません。しかし、この塩水と人殺しとは決して無関係ではないんですよ。係長、あの裂け目の内側まで焼けただれた大きな亀裂に注意してください。私にはなんだか、この事件の真相がわかりかけたらしいんです。5。さて。 それから数分の後には密閉された片番孔を中心にして黒い地下都市の中に異常な緊張がみなぎり始めていた。崩落に瀕した廃校に再び重い鉄扉を閉ざした係長は荒々しく電話室に駆けつけると立山港の地上事務所と札幌の本社へ海水侵入の秘宝をもたらした。続いて 狭い縦坑の出口で圧死者などの出ないように最も統制の取れた避難準備に取り掛かった一方菊池義氏は熊狩りで鍛えたクソ度胸をいよいよむき出しにして問題の片番坑のテスト扉を抜け出ると再びそいつを閉ざし水平坑の小頭たちを呼び寄せて閉ざした入り口を厳重に固めさした 残忍な殺人者は深い片番孔のどこかにいるのだ。その男の捕らえられるまでは何人といえども片番孔から抜け出ることはできない。こうして水も漏らさぬ警戒人が出来上がると義士は広場の事務所へやってきた。広場では縦孔に一番近い片番の甲府たちが突然下った悲雄の命令に わけのわからぬ顔つきでざわめきながらも引き上げ始めていた。いくつかの片番の小頭たちへ、次々に何かしきりと指図し,し終わった係長は、義士を見ると駆け寄っていった。さあ、今度は左片番の番だよ。出かけよう。待ってください。義士が遮った。その前に、 二三調べたいことがあるんです何だって係長はびっくりして苛立ちながら言ったこの際になってどうしてまたそんなのんきなことを言い出したんだもう犯人はあの型番の中に閉じ込められているんじゃないかそいつを叩き出して少しも早くあの型番を解放しなくちゃならんしかし菊池技師は動かなかった とうとう係長は、技師が来るまで、甲府を外に出さない条件で、一足先に捜査を申し出た。係長が水平行の闇の中へ消えてしまうと、菊池技師は、別室で、あのまま足止めされていたお品を、すぐに事務所へ呼び込んだ。お品は、やがて問われるままに、大分落ち着いた調子でもう一度発火当時の模様を、 前に係長にしたと同じように繰り返し始めた。がやがて女の陳述が終わると菊池義士は力を込めて聞き返した。ではもう一度大事なことを聞くがお前が八角孔から逃げ出して監督や義士や講師たちが駆けつけて防火扉を閉め切ったその時には確かにその場に峰吉は出ていなかったのだな。 はい、それに間違いありません。お品は腫れたまぶたを上げながらはっきり答えた。義志は頭の中で何事か考えを整理するようにちょっと目をつぶったがすぐに立ち上がると電話室へ出かけた。十分間もすると戻ってきた。多分長距離電話であったのであろう。しかし、 戻ってきた菊池義志は抜け上がった額に異様な決断を見せながらお品を連れて水平港へ入っていった密閉された片番港の前には二三の小頭たちと一緒にどうしたことか係長がドスを持ったまま青くなって立っていたが義志を見ると進み寄って口を切った「菊池君 どうも困ったことになった。どうしたんですそれがその全くへんてこなんだ。実はこの片番には犯人がいないんだ。行動は無論のこと、どの切り葉にも、広場にも、穴蔵にも、探してみたがいないんだ。すると菊池騎士は落ち着いた調子で意外なことを言い出した。 一体あなたは誰を探しに入港したんですえ誰を探しにだって係長は思わずうろたえながら。犯人に決まってるじゃないか。いやそれですよ。あなたはさっきから犯人、犯人と言われたが、一体誰のことを言われるんですなんだって係長は。 ますますうろたえながら「甲府の峰吉に決まってるじゃないか!」「峰吉?」と言いかけて菊池義子は困ったような顔をしながら黙ってしまったが間もなくそばのトロへ腰掛けながら静かに改まった調子で口を切った「いや実は私も」 さっきあなたと一緒にこの型番に入った頃には、まだ犯人が誰だかよくわからなかったんですよ。それで型番校に確かに犯人を閉じ込めてはいながら、一体誰を探してよいのか、犯人、犯人と中傷ばかりで、誰を捕らえたらそれが犯人になるのか、さっぱりわからなかったんです。しかし今私はその具体をつかむことができた。 菊池義士はトロから腰をを下ろすと係長の前まで歩み寄って後を続けた。私のつかんだ具体はどうやらあなたのつかんだ具体よりも正しいらしい。係長、どうもあなたはこの事件について全体に大きな勘違いをしているらしいですよ。あなたは事件の表面に現れたいくつかの事実とそれらの事実の合成による ある一人の甲府が塗り込められ、その塗り込めに従事した人々が次々に殺される。ところが、嫌疑をかけた甲府の遺族の中には犯人はいない。そして、その代わり、塗り込められて死んだはずの甲府のランプが、発火口以外のある箇所で発見され、 発覚を調べてみると、その甲府の死体はおろか骨さえない。と、これだけの事実の組み合わせから、あなたはその塗り込められた甲府自身が、何らかの方法で生き返って、郊外へ抜け出し、自分を塗り込めた男たちへ復讐し始めた、という、至極もっともらしい疑惑を抱いたわけでしょう。しかし、そのもっともらしさは、 論理ではなく、事実への単なる解釈であるに過ぎませんよ。その解釈が、いかにもっともらしい暗示に富んでいても、そのために、絶対に抜け出ることのできない校内から抜け出した、というとんでもない矛盾を、そのまま受け入れてしまうことはできません。それで君は、どう考えたんだ係長が、にがりきっていった。 義士は続けた手っ取り早く言いましょう。私はあの発火口で甲府の骨さえ見当たらなかった時に、その時から新しく考え始めたんです。まず校内には骨さえないのですから、峰吉はどこからか外へ出たに違いない。ところが、いちいち探すまでもなく、防火扉を閉めたらまもなく鎮火したというのですから。 これは消し紙みたいなもので、防火扉のところより他にあの構内には絶対抜け穴はない。それでは峰吉は防火扉のところから出たに違いない。ところが防火扉の缶抜きは外側にあるし、隙間に塗り込めた粘土は塗られたままに乾燥していて、開けられた跡はなかった。つまり防火扉は閉められてから、 私たちがさっき開けた時までには、絶対に解放されていないことになります。すると峰吉は、どうです。そもそも防火扉の閉められる前に抜け出ていた。ということになるではありませんか。ところで、ここまで進んだ新しい目で、他の事実を調べてみます。このかわいそうな女は、あの時男の足音を後ろに聞きながら、 発火口を飛び出したのでしたね。そして飛び出してほっとなって、後ろを振り返った時には、もう爆音を聞いて駆けつけた浅川監督が、防火扉を閉めかけていた。そして閉めてしまった。続いて義士が来、講師が駆けつけて、塗り込めが始まる。ここが肝心なところですよ。いいですか峰吉は、 防火扉の閉められる前に出ていなければならないのですからその時女の後から飛び出してきてそして浅川監督が防火扉を閉める前に飛び出したことになるのですつまり飛び出してほっとして振り返った女と防火扉を閉めかけた浅川監督との間の何もなかった空間に峰吉がいたわけです「待て待て 君の言うことはどうもわかるようでわからん。係長が顔をしかめながら遮るようにしていった。義志は構わず続けた。いや、わからないのも無理はないですよ。私だって、こうして理詰めで攻め上げたればこそ、やっと少しずつわかりかけてきたのですから。まったくその時そこで、なんともへんてこなことが起こったんですよ。 運命のいたずらとでも言うやつなんです。言いかけて義士は傍らに立っていたお品の方へ向き直った。お前にもう一つ聞きたいことがあるんだ。お前はあの時トロを押して巻きたてから帰ってくると、片番から自分の切り葉へ入っていき、そこの闇の行動でいつもそこまで迎えに出ている峰岸に飛びついていったというが、 その男は確かに峰岸であったかお品は意外な義士の言葉に瞬間息を呑んで目を見張ったお前は峰岸がいつもその闇の中で抱いてくれると言ったろう闇の中でそうしてその時お前を抱いた男は確かに峰岸にそう言いなかったかはい それではもう一つ聞くが、その時峰吉はランプを持っていたか持ってはいませんでした。お前のランプはどうしていたトロの尻につけていました。するとそのランプの光は枠に遮られて前の方を照らさずにトロの尻の地面ばかりを照らしていたわけだな。お前は 走っているトロをそのまま投げ出して峰岸へ飛びついたと言ったが、それではその峰岸の前へトロが行くまで、ランプの光は峰岸の顔を照らさなかったわけだし、峰岸の前をトロが走り去って、トロの尻についたランプの光が初めて峰岸に当たった時には、峰岸の体は光を背に受けて、影になって浮き上がるのではないか。 どうしてお前は、それが峰岸だったと見ることができたのだ。お品は、わけのわからぬ顔をして、うつむいてしまった。が、その顔には、隠しきれぬ不安がみなぎっていた。義士は係長へ向き直った。もう私の考えていることが、いや、こうより他に考えざるを得ないことが、大体いいおわかりになったでしょう。 つまり峰吉はあの発火の時に天から校内には入っていなかったのですよ。待ちたまえ。係長が遮った。すると君はこの女が闇の中で抱きついた男というのは峰吉ではなかったというんだな。そうです。峰吉は外にも中にもいなかったのですから。 嫌でもそういうことになるではありませんかじゃあ一体その男は誰なんだ女の後から飛び出してしかも校内には残されなかったのですからその時女の後ろにいて防火扉の前にいた男です係長は意外な結論に驚いて黙ってしまったが すぐに勢いを盛り返してどうも君の言うことに従うと事件全体が訳のわからぬ変築林なものになってしまうぜ例えば峰吉は発火の時にその場にいなかったとすると一体どこへ行っていたんださあそこですよと義士は一息してここでもう一つの他の事実をそこまで進んだ 新しい目で見ます。つまり、水飲み場にあったランプですがあなたはそのランプを密閉後抜け出した峰岸が人殺しの邪魔になるから置いていったと解釈されたでしょう。しかし今私はそのランプを発火当時校内にいなかった峰岸の所在を示すものと解釈します。峰岸は水飲み場へ行っていたんです。 なるほどじゃあなんだな峰吉は全然発火に関係していなかったつまり決して塗り込めに関係していなかったんだなそれではなぜその塗り込められもしない峰吉が塗り込めに関係した恨みもない人々を次々に殺害したのだどうもあなたはまだ誤った先入手にとらわれていますね 菊池義氏は苦笑すると両手を握り合わして苛立たしそうに歩き回りながら言った。私が今まで考え進めてきた範囲ではまだ犯人が誰であるかという点には少しも触れていなかったはずですよ。ところでここでもう一つ他の事実を調べてみましょう。それはこの殺人についてなんですが三つの殺人には 考えてみると、それぞれバラバラに殺害されているようで、その実面白いいくつかの連絡が見られます。まず狂気ですが、三人が三人とも単階で叩き殺されております。単回で殺されているということは、何でもないことのようですが、事実は決してそうでない。係長、あなたは統計に現れた甲府仲間の殺傷事件について、 凶器は何が一番多いかご存知でしょう。金槌にツルハシですよ。全くこれくらい甲府にとって手近で屈強な武器はありませんからね。しかも甲府たちはランプと同じように大事な仕事道具として必ず一つずつは持っております。ところがこの事件で犯人は珍しくもそれぞれの被害者へ対して全て段階を使っております。 この事実を事件全体のなんとなく陰険なやり口などと考え合わせて、短海以外に手頃な狂気の手に入らない人、つまり、恐怖でない人のとっさにしでかして行った犯行でないか、とまあ考えたわけなんです。ところであなたは、この事件の被害者たちがなぜ同じように殺されていったかという共通した理由を、 塗り込められた男のの恨みによるものと解釈されたでしょうところが事実は塗り込められた男なぞないんですからその考えはおのずから間違ったものになってきます無論3人は峰吉が塗り込められたと勘違いしている遺族からは共通な恨みを買っているでしょうところが遺族の中には犯人はいないのでしょうからこれもまた問題になりません それでは他に被害者たちの殺害される共通の理由はなかったかというと、いや、それがあるんです。私はしばらく前からそのことには気づいていましたが、被害者たちは皆一様に少しも早く発火口を解放するための沈下やガスの排出具合を検査している時に殺されております。これを別用に考えると、 仕事の邪魔をされたわけであり、あなたが発火口を解放して、少しも早く発火真相の調査にかかりたいという、そのあなたの意思の動きを阻害されたわけなんです。もっとはっきり言えば、犯人はある時期まで、あなたに発火口の内部を見られたくなかったのです。それで少しでも発火口の解放を遅らそうとしたのです。待ちたまえ 再び係長が遮った。一体その犯人は何をそんなにわしに見られたくなかったのださっき君と二人であの発火口を調べたときには、この殺人事件と関係のあるようなものはなかったではないかありましたとも係長、しっかりしてくださいよ。我々はあの発火口で重大な発見をしたではありませんか密閉されたはずの。 峰吉がいないという大発見を。いや、そんなことではない。もっと大きな発見。あの天板の亀裂と塩水です。この言葉を聞くと、辺りに立っていた甲府たちの間には、異様な騒ぎが起こり始めた。海水の侵入。この事実に比べれば、今までの殺人事件などは、甲府たちにとって何でもない。 義士は燃え上がる瞳に火のように気根を込めて人々を押さえつけながら係長へ行った。片番を開けてください。そしてもうトロを皆出してやってください。やがて幾人かの小頭の慌ておののく手によって重い鉄扉が左右に引き開かれると片番口の中から わーんと甲府たちのざわめきが聞こえてきた。汗にまみれた後向きの女たちが、小麦色の羅針をギラギラ光らしてトロを押し出してくると、義士は進み出て怒鳴りつけた。みんなここで石炭をぶちまけて引き上げろ炭を開けていくんだ女たちは瞬間、義士の奇妙な命令に顔を見合わせて立ち止まったが、 すぐそのそばから係長が黙ってうなずいているのを見るとわけもなく技師の命令に従っていった滝口弧のトロはすべて枠のほぞを外すと箱のガタンと反転する式のダンプカーであった後向きたちは技師の命に従って次々に出てくるとその場で箱を反転さして積み込んだ石炭をザラザラと開けていった みるみるそこには石炭の山が出来上がった。が、十二三代目のトロが箱を反転させたときに、ここでとてつもないことが持ち上がった。大きな箱の中から、ザラザラと流れ出た石炭の中から、単純に黒々とまみれたすっぱだかな男が、転げ出て、羽を着て、面食らって、キョトキョトとあたりを見回した。 係長が叫んだいやいや浅川監督全くそれは単海に潰されて死んだはずの浅川監督であったとっさに身構えて飛びかかろうとするやつへすぐに義師は係長からひったくったドスで思い切りひたっと峰打ちを食らわした監督がぶったおれると菊池義師は。 たげ係長とお品を連れて、たし騒ぐ甲府たちを尻目にかけ、トロに乗って解放された片番甲へ入っていった。間もなく、八角甲の前まで着くと義志は、そこに置かれたままの浅川監督の死体を顎でしゃくりながらお品へ行った。この死人をよく見てくれ。 都合で監督の猿股など履かされているが、お前には見覚えのある体だろう。はじめ女は死人に怯えて立ちすくんでいたが、やがてだんだん死人の方へ前かがみになると、誰の顔ともわからぬまでに、激しく引きゆがめられたその顔に、焼けつくような視線を注ぎながら、進みよりかがみ込んで、不意に妙な声を上げて、 死人の体を抱え上げながら振り返ってしゃがれ声で言った「うちの峰吉です」「六。その頃滝口港では全番にわたって義士の漏らした言葉が激しい衝撃を与えていた」「はじめ一番港から続々出港して」 あと半数ほどに残されていた甲府たちの間には、ひとたび海水侵入の事実が知れ渡ると、もうそこには統制も何もなかった。人々はトロを投げ出し、ツルハシを打ち捨てて、巻き立てへ、立て坑へ、牛ろのように押し寄せていった。広場の事務所では、どこからかかるのか、電話のベルがひっきりなしになり続け、 滝口立山の両校を取り締まる地上事務所から到着した救援隊は逃げ出ようとする校府たちと広場の前で揉み合っていたどんじりのトロに飛び乗って立て口へ急ぎながらもしかし係長は捨てかねたような口調で技師へ訪ねるのであったつまり丸山技師と皇師とそれから峰吉を殺した男は 浅川監督だったんだね。技師が黙って頷くと。じゃあ、一番後から殺された峰吉は、それまで何をしていたんだ峰吉は、一番先にやられたんです。一番先そうです。おそらく、あの水飲み場でほふられたんでしょう。そして、峰吉の死体を、 ひとまずそばの穴蔵へでも投げ込んだ監督は、それからあの切り葉へ火をつけたんです。なんだって火をつけた係長は思わず聞き返した。そうですよ。あなたはあれがただの過失だなんて思ったら大間違いです。レールの上へ峰岸のつるはしを転がしておいて、闇の中で女を抱きとめ。 夫婦の習慣と女のランプを利用して単純に点火したんです。あれは実際陰険極まるやり口ですよ。ああしておけば、後で監督局の調査があった時にも、発火の責任は自分のところへは来ませんからね。しかしなぜまた、あの切り葉に火をつけたりしたんだ。それですよ。と、義志は、 次第に声を高めながら言った。さっきも言いましたように、それはあの切り葉の中に、ある時期までは、絶対に人に見せてはならないものがあったからなんです。だからああして、発火口にして、人を入れないことにし、そしてまた、後からその扉を開けようとして、熱ガスの検査にかかった丸山技師と講師を、同じ目的のために片付けてしまったんです。 するとあなたはここで、じゃあなぜ我々だけは無事にあの扉を開けることができたのか、って聞かれるでしょうそれはもうその時、ある時期が過ぎたからなんです。しかも、あの時私みたいな男がやってきて、それまでみんなの考えがせっかく監督の思う壺にはまってきているのに、もしもこの殺人が考察者への復讐であるなら、監督も今度は殺されなければならない。 謎と言い出したものですから、切羽詰まって穴蔵の峰岸の死体をずり出し、いかにも自分がやられたように見せかけて、トロに人知れず潜り込んで、厳重な警戒網を突き破り、もう用もなくなったこの滝口港から逃げ出そうとしたんです。待ってくれたまえ、係長が遮った。 人に見られまいとしたものは、あの天板の亀裂と海水の侵入だと言ったね。しかしこれは、やっぱりこの殺人事件とは全然別の事変だし、おまけにあの切りに火がつけられた時には、まだ天板に移動はなかったんではないか冗談じゃない。海水の侵入とこの殺人事件とは密接な関係がありますよ。そして係長。 あの天板の移動は、無論発火によって一層促進されはしたでしょうが、実はもう発火前から動いていたんですよ。多分知覚が予想外に弱かったんだ。それに、このことは係長、もうあの時注意したではないですか。よく思い出してください。ほら、あの亀裂は内側まで焼けただれていたではありませんか。つまり、 焼けてから避けたんではなく、避けてから焼けたんです。そうだ、監督は誰よりも先に、あの亀裂と、下だり落ちる塩水を見つけていたんですよ。なるほど。しかしなぜ監督は、こんな危険をそんなに早くから知っていながら、なぜ我々にまで隠そうとしたんだ。そしてまた、君の言う、そのある時期までとは何のことだ それがこの事件の動機なんです。監督は海水侵入の事実を最初に発見すると、そいつを某方面へ報告したんです。そしてこの恐ろしい事実の他に漏れるのをある時期まで食い止めることによってかなりの報酬にありつけることになったんでしょう。ある時期とは、ほら、あなたも知ってるでしょう。私がここへ着いた時に札幌から監督へ 電話がかかってきたでしょうあれに違いないなんです。この考えには間違いはありませんよ私は自分の疑惑を確かめるためにさっき思い切って小樽の取引所へ電話をかけてみたんですするとどうです中越炭鉱株が今日の午前の11時ごろからかなり大きく動き出しているんです11時ごろからですよ係長 現場の我々よりも会社の重役の方が数時間前に滝口港の運命を知っていたんです。義師はそう言ってもう見え始めた事務所の明かりの方へ何かまだ溶けきらぬ謎を追い求めるようなうつろな視線をぼんやり投げかけるのであった。ところがそれから十分もしないうちに盾内で逃げまとっている人々を 思わず釘付けにするような、不意にぐらぐらっと異様な地響きが、滝口港全般に揺るぎ渡った。そして間もなく、高速の流水港には、どこから湧き出るのか、おびただしい濁水が、灼熱した四台の多段式タービンポンプを尻目にかけて、一寸二寸とみるみる膨れ上がっていくのであった。